落語昔話。大きなおにぎりを持ったカニが道で猿とばったりと会いました。カニ君、この柿の種とそのおにぎり取り替えへんか？おにぎりの方がええわ。柿の種を育てるとな、大きな木になっていっぱいの柿の実をつけるんやぞ。あ、そらええな。よっしゃ、ほなおにぎりと取り替えよ。おにぎりを受け取った猿はすぐに食べてしまいました。帰ってその話を子ガニたちにすると大喜び。親子で庭に柿の種をまいて水をあげると、その次の日早速かわいい芽を出しました。早く甘い柿の実食べたいな。芽はみるみるうちにぐんぐん伸びて、葉の茂る立派な木に育ちました。白い花が咲くと、早く実になれ柿の種、歌いながら毎日毎日水をあげます。花は次々と青い実に変わり、赤くなって美味しそうな柿の実をたくさんつけました。カニは長い棒で柿の実を取ろうとしたんですが、どうしても届きません。そこへ通りかかった猿が大きな柿の木を見て、僕がおにぎりと取り替えてあげたおかげやぞ、猿くんには感謝してる、お礼にいっぱいの柿の実あげるから取ってくれへんか。よっしゃ、木登りなら任したき。猿はスルスルっと木に登り、おいしそうな柿を取っては、うわー、これはおいしい柿やわ、これもおいしいな、おいしい柿や。一人でむしゃ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 食べてます。猿くん、はよこっちにもおいしい柿をくれな。うるさいカニやな、これでもくれ。猿は青くて硬い柿を投げつけました。わあ、痛い痛い痛い。お父さんガニは怪我をして寝込んでしまいました。そこへやってきたのがお父さんガニの友達で、ハチとウスと昆布と栗です。その話を聞いて、昨日優しいカニさんをこんな目にあしやがって、ひどい猿やな。よっしゃ、俺たちもな、その猿に仕返しをしてやろう。皆が揃って猿の家に向かいます。ハチはブーンブーンと隙間から中の様子を覗きます。ちょうど猿は留守やぞ、みんな隠れろ。栗はいろりの灰の中に潜り込む。ハチは水がめの後ろへ、ウスは屋根の上、昆布は玄関の敷居に寝そべります。しばらくすると猿が帰ってきて、いろりの火を起こそうとすると、熱くなった栗が飛び出して、猿の顔めがけてパチーン、熱い熱い、あー熱い。慌てて水で冷やそうとすると、今度は蜂が出てきて目の上をチクン、痛い痛い痛い。表に駆け出した猿は敷居の昆布に足を滑らせてゴッドーン。そこへ屋根の上から薄が落ちてきて、ダサーン、ギャー、苦しい、助けてー。お前はな、親切なカニさんを騙してひどい目に遭わせたんやぞ。ごめんなさいごめんなさい、どうぞお許しくださいませ。猿は泣きながらカニの家にお見舞いに行って、何度も何度も謝りました。やがてカニの怪我もすっかり治って元気になりました。それからはカニ、ハチ、ウス、栗、昆布、そして猿も友達になった。
しい毎日を過ごしました。とさあ。